こんにちは、マハロハウスの大塚です。今回は福岡市早良区室見にやってまいりました。どっちも行けるよ物件をご案内させていただきます。それでは部屋の方に行ってみましょう。今日はウォーキングスタイルですね。こちらは金屑川ですね。遠くに福岡タワーが見えますね。最寄りの駅は室見駅ですね。室見駅と藤崎駅ちょうど間ぐらいと、今回のは結構築年数が経ってるんですけども、1974年に完成した物件をご案内させていただきます。めちゃくちゃ風が気持ちいいですね。空気がすごくうまいです。建物の外観はこちら、分譲マンションですね。今回はこちらの物件をご案内したいと思います。いい天気だな。敷地内には駐車場を8800円で確保することができます。屋根付きの駐輪場もございます。こちらがゴミ置き場ですね。エントランスはスロープとなっております。階段もございます。共用部分はあまり映さないようにしておきます。7階建てのマンションでございます。お邪魔します。緑色のシール、まだクリーニング前でございます。ご了承くださいませ。玄関のセキュリティはドアスコープと U 字ロックとシングルロックでございます。シューズボックスですね。数えてみたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9。靴を揃えて、目の前に、まあ、結構廊下が広いですね。目の前にというより廊下の部分がすごく広い。玄関ホール広さがあって、扉がたくさんございます。そうですね、左回りに行きましょうか。まずはこちらから。広っ。洋室でございます。洋室 9.7 畳、めっちゃ広くないですか。ここだ、広いわ。今回の物件は 2LDK でございます。広さのある洋室がまず一つ登場しました。ここ寝室にしたらめっちゃいいですね。あら、いいです。バルコニーですね。あの金屑川方面ではないんですけども、西向きのバルコニーでございます。洗濯物も干せるようになっております。日当たり良好でございます。はあ、空気がいい、風が気持ちいいです。やっぱ古さはですね、ところどころ感じるんですけれども、すごく綺麗に、まあ、でもリフォームされてますね。こういう扉がいいですよね。分譲ならではというか、こうクローゼットでございます。高さがあんまりないですね。1974年だからということでしょうか。そんな感じがします。こちらのお部屋にはエアーコンディショナーは持ち込みタイプ。コンセントの数いってみます。1、2、テレビ線、ガスの元栓でございます。ガスの種別は都市ガスです。左回りなので、次はこちらに行ってみましょう。
おお。好きです。あ、おしゃれだな。先ほどの洋室とつながっているバルコニーですね。西向きのバルコニーでございます。可愛らしい、すごく素敵な和室でございます。両方から開けることができるようになっております。可愛い。次はこちら、お手洗いですね。奥行きがあります。広さのあるお手洗いでございます。温水洗浄便座が設置されております。窓がありまして、上部に棚はなさそうです。こんな感じでですね、収納スペースを作ってある感じでございます。そしてこちらパウダールームですね。独立洗面台が設置されております。下部収納はこんな感じです。室内洗濯機置き場がございます。コンパクトな独立洗面台でございますね。おお。バスルームですね。高級感のあるパネルが採用されております。追い焚き機能はないね。ないです。鏡とシャンプーホルダーが2箇所ですね、ございます。ここはお、リビングですね。リビングにつながっておりました。キッチンですね。シンクめっちゃ広い。シンクが広か。調理スペースはここの部分まで使って調理をお願いいたします。3口のガスコンロが設置されております。ガスの種別は都市ガスです。上部には換気扇と魚焼きグリル。下部収納はこんな感じです。たっぷり収納できそうですね。そしてですね、このそしてなんといってもキッチンの後方部分がめっちゃ広い。スペースがかなり設けられております。窓、こちらの扉はお凍結予防ヒーターと書いてますね。凍結予防ヒーターがございます。ちょっとまさかの設備でございました。キッチンからの眺めはこんな感じです。リビングが約10畳でございます。キッチン前のスペースがそうですね、6畳ないぐらいかなと思います。わあ、おしゃれ。ウィンドファンですね。久しぶり、いやこの動画では初めて出てきたかもしれませんね。窓につけるタイプの冷風機ですね。あったかくなる機能はございません。そしてこちらの扉を開けると廊下に続くという間取りでございます。設備のご説明をさせていただきます。ウィンドーファンが一機、サービス設置品になります。コンセントの数いってみます。
に。給湯のリモコン。し。テレビモニターフォン。ご。5箇所でございます。いや珍しいな、分譲ならではという感じがしますね。はい、ということで今回は福岡市早良区室見の分譲 2LDK マンションをご案内させていただきました。気になるお家賃は75,000円、管理費が5,000円、駐車場が8,000円でございます。どっちも行けるというのはですね、こちら購入することも可能です。気になる販売価格は1550万円となっております。売買についての詳細は弊社までお問い合わせいただければと思います。この物件が気になった方は概要欄の方から直接お問い合わせいただければと思います。マハロハウス公式 LINE アカウントもございます。お気軽にお友達申請していただければ嬉しいです。マハロハウスのオンラインショップもございます。よろしければオンラインショップの方も見ていただければと思います。この動画良ければチャンネル登録と高評価ぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。So I lay